おっぱよちゃん。渡辺美里行くよ。これなんか都内のさ、なんかどっかどこかわかんない。最近この品川からこっち抜けていくのがマイブーム。失敗したもん。もうちょっとガメラ早く回したらさ、あの川に桜咲いてるとこあったのにさ。ね、これ左側走ってあげたらいいんだけど、ほら都内だから大型右側通行してるから。でも、もうすぐ左曲がるから、左寄りを、ね、あの信号1個2個ぐらい抜けたら、あっちの青看板左曲がるから、よいしょ、眩しいね、直射日光。わかんない、多分なんかその辺にあれじゃない、スカイツリーやんじゃないさっき見えたよ。よいしょ、眩しい。なんか雨降るっつうからトラック洗うの我慢したのに、晴れてんだけどどうなってんの。おっ、本当にも行ったら寄ろうか。これ広いと走りやすいね。これでもう6号線出ちゃうからね。6号線出て29波出て渡辺美里だね。で、この三つ目通り左もあるよ。ここ40だと何気にきついんだけどさ、今日20だからね。これね、都内はね、路中とかがほら多いからさ、左走ると危ないから、あの指定なくてもね、大体右側走るんだなってね。車輪を避けたりバイクを避けたり路中を避けたりするとね、危険が危ないからね。タクシーの青のやつ止まってるよ。やばい、逆にトラックは急激止まれない。よし、やっと日陰入ったね。日陰入ったらもう暗さなさそう。今日9時、番詰めだね。これ今空っぽのコンテナ乗っけてるからさ、缶詰めしてね。まあでも二軸だからね、そんな重くないと思うんだけど、昨日すげえ重かったよ。昨日ほら高崎行ったんだけどさ、ね、三軸指定だしすげえ重かったよ。だらだらね、戻ってきてさ、あの首都高から乗ればよかったんだけどさ、なんか大渋滞、現場出てすぐ大渋滞とかまでしてさ、雨だったじゃん。もう
嫌になっちゃってさ、あそこなんだっけ、本庄小玉か、本庄小玉から乗っちゃったよ。ね、練馬で降りて。なんかでも昨日あれだね、カンナナもカンパチもなんか気持ち悪いぐらい空いてたね。昨日ガラガラだったよ。まあ、ガラガラってことはないけど。地方から出てきたらこれガラガラなんすかって言われそうだけどさ、ね、いつもの交通状況知ってる身としてはさ、あれ相当ガラガラだよね。車間距離が取れてさ、走れるだけでもうガラガラだよね。日中なんか車間距離取るの不可能だからね。やばいからね。まあそんな感じだからもう今日は終わりね。なんかちょっとね、ギター弾きたいからさ、ちょっとみそずついたらギター弾こう。なんかね、ギター弾きたい年頃なの。これまだコンテナからだからいいけどさ、やっぱり20って引っ張り心地が良くないよね。40の方がしっとりして乗りやすいよね。では自殺する、ね、あ、大丈夫か、後ろいないね。若者が増えている。ほら、突撃3キロだ。次ってなんだろうね。なんかね、マンションに朝日が当たって綺麗だね。ちょっと行くとなんかまたね、なんか川があるからさ、そこで桜見えないかな。あのほら歩道橋の先ぐらいね、もっと先かな。、ね、その前に GoPro さん止まっちゃうかな。
なるからやめよう。ね、終わり。桜までたどり着けないから終わり。つけるちゃん。ほら、数万人としてる。ね、なんだろう、あのトラック。何トラックだろうね、あれ。お疲れちゃん。今、現場入ってさ、なんでかんでして。なんかね、呼んでくれるっていうからさ、ちょっとこう待機まで待ってよ。もうすぐ、まだ大丈夫だよね。なんか早く始まるかもしれないとか言ってたけど、だから早く始まって呼ばれたらどこがおしまい。で、あれ昨日ほらスーちゃんが入学式でさ、無事入学式、なっちゃんから動画送られてきてさ、スーちゃん無事中入学式ね、行けたね、すごいね、すごいね。ずっとさ、俺はほらね、スーちゃんまださここ2年半3年ぐらいしか知らないけどさ、ずっと不登校で、でも昨日頑張って学校行ったみたいだよ。すげえ嬉しくてさ、スーちゃん入学おめでとうね。本当にさ、昨日スーちゃんとちょっとだけちょっと話したよ。ね、そうで、今日初登校でさ、ね、まあちょっとね、頑張ってほしいね、まずさ。でもなんかスーちゃんすごいもう緊張して、一昨日とかもテンパっちゃってたみたいでさ、でも頑張っていこうとしてたんだなと思ったら、もうすんげえ嬉しくてさ、昨日もほらなっちゃんと電話してて詳細聞いててさ、泣きそうになっちゃった。本当は昨日撮りたかったけど、昨日撮ったらちょっとね、だからちょっと一晩置いてね、なんかさ、なんかわかんない、すごい嬉しいの、うん、そう。まあ実際またね、通ってみないとまあどうなるかわかんないしさ、うん、ダメね、まだダメならダメでしょうがないよ、そこはいいからさ。でもなんか頑張って入学式行って、今日初日もさ投稿してをしようとしてくれてるだけでも俺はすげえ嬉しい、なんかさね。本当に、うん、まあちょっとね、だからさ、すーちゃんはまあ入学してまあ嬉しいんだけどさ、うん、まあまあいいか、ちょっとさ、だからさ、ちょっとほんとね、まあちょっと心配事があってさ、うん、ま、だけどまあまあいいや、またそれは後日さ、うん、ね、またちょっと後日落ち着いたら、だからちょっとニュースーちゃん、スーちゃん並びに、ちょっと待って、スーちゃん並びに全国の中学生の皆さん、ね、昨日みんな入学式なのかな、わかんないけど、ね、ちょっと祝おうじゃないか。ギターだけどさ、なんか最近またギター弾き
痛くなっちゃってさ、ね。これ加山雄三じゃん。君の瞳は星と輝き。やっぱりさ、名曲っていうのはね、何年経っても名曲なんだよ。昭和のフォークソングか。ね、なんだっけ、にわか雪。あ、違う。名残雪。違う。なんだっけ。名残雪はあれか。
春が来て。トイレ行ってくるからさ、借りてくるから邪魔しないでくださるかしら。じゃあ今日もご安全にお疲れちゃう。あ、昨日高崎行ったね、言ったっけ、重かったね、すげえ重かったよ。ね、そう、高崎遠いね、やっぱね。俺昨日2時起きだったかな、昨日ね、超早くてさ、眠くてさ死ぬかと思った。お疲れちゃう。